富士通アローズ解マイナス 06E ドコモスマートフォンアローズ NX 解マイナス 06E は富士通によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つ解マイナス 02E の後継機種だがソックが従来のアローズシリーズのフラッグシップモデルで採用されていた n v i d i a テグラ3からク m ルコムスナップドラ o ン600へと変更されている。当初はドコモネクストシリーズの端末として開発されていた。なお製品名の NX の N にはニュー、ネクスト、日本の意味が込められており、新しい次世代の日本のスマートフォンとして名称が与えられた。また回マイナス0 4 e で採用されていた 64GB ストレージや、 レグザフォーン T-02D の角バッタフォルムも実質的に受け継いでいる。ドコモの2013年夏モデルでは最大級となる5.2インチのフル HD ディスプレイを搭載しており、フルセグ放送の受信にも対応している。5.2インチの大画面を搭載しながらも、驚愕縁設計により、本体の幅は70ミリと持ちやすさや操作性に配慮している。また、 左右側面にはヘアライン加工のメタル調フレームが使われているほか背面には従来の機種から採用している傷がつきにくく塗装が剥がれにくいウルトラダフガードプラスに加え本物のダイヤモンド粒子を加えた塗装を施すことにより耐久性が通常の塗装に比べ約3.5倍向上したカメラは有効画素数が1630万画素130万画素で アウトカメラにはソニー製の利面照射型 CMOS センサー、XMAR、R4 モービレと富士通セミコンダクター製の画像処理エンジン、ミルビュートモバイルを採用。新たにフラッシュの光量が大幅にアップし、被写体の距離に応じた明るさで光り、白飛びや光量不足のない綺麗な写真が撮影できるインテリジェントフラッシュやマルチ速光方式で明るさの最適制御を行い、 黒つぶれや白飛びを抑えるマルチ AE 逆光時でもつぶれを抑えた動画撮影ができる WDR を追加。さらにアローズシリーズでは初めての動画撮影時の手ぶれ補正に対応した。国内メーカー製のスマートフォンにおいて初めてドルビーデジタルプラスを搭載し、さらにドコモ向けアローズシリーズ初の NFC 決済に対応した。またディールネ連携機能は DTCPIP に加え、リモートアクセス対応の専用なずに保存された自宅で、録画した番組や、マルチメディアコンテンツを屋外での視聴や閲覧ができる DTCP にも対応。さらに、テレビとの接続は MHL に加え、Wi-Fi 経由で映像出力が可能なミラ a キャストにも対応した。付属品の卓上ホルダーは、横置きのクレードルタイプとなった。 また本体スピーカーからの音抜けを良くするためのダクトが設けられているほか、本体をセットすると、充電と同時に、シアターモードと呼ばれる YouTube や Not v フルセグ、ワンセグなどの動画視聴に特化した横画面用のメニュー画面に切り替わる。バッテリー容量は 3020mAh で、回マイナス 02E と比べて、約20%増加している。 2日間以上を上回る長持ちと強調するが、ドコモ向けアローズシリーズのスマートフォンとしては初めて、バッテリーの取り外しは不可となっている。なお本体に破損があれば、外装交換扱いとなる。本機種は消費者の信頼を得るため、様々な製品テストを行っている。その結果、過去のアローズシリーズに見られた発熱などのトラブルが解消され、各メディアで、 高い品質評価を得ていることが確認された。ちなみに生産している工場は、栃木県大田原市にある、富士通ナス工場にて行っている。キャッチコピーは、5.2インチ大画面 &3020mAh 大容量バッテリー。使いやすさも極めたアローズの頂点などがある。対応プロファイル、HSP、HFP、ダン、OPP、A2DP。 アプト X、AVRCP、SPP、HID SP、PUBAP、HDP、AINP、FMP、PASP、PXP、チップちなみに、前面のデザインは、ソフトバンク201回や EM01F にやや、近いが、下に配置しているロゴを確認すれば区別可能である。富士通製スマートフォン、アローズ NX 回 -06E2 次世代の、 ドルビーデジタルプラスを国内メーカーとして初採用。ドルビーラボラトリーズ。2013年5月28日閲覧。タブレットにおいては、アローズタブ界マイナス零五イート、アローズタブ w i f FAR70 バイトが初搭載。なお本機は、構造上として取り外すことは可能になっているが、端末自体が一体化されているため、取り外せないように設計している。 アローズ NX 回 -06ETV CM 新生 NX 編より YouTube 2013年7月1日閲覧生産の総指式を担当しているのは富士通モバイルコミュニケーションズであるドコモオンラインショップアローズ NX 回 -06 E 総力特集受信時 100Mbps 送信時 37.5Mbps 受信時14 メガ BPS、送信時、5.7メガ BPS 連続視聴時間、約360分連続視聴時間、約290分連続視聴時間、約390分出荷時は、SP モードメールアプリがプリインストールされているが、ドコモメールアプリにアップデートすることにより、ドコモメールへの移行が可能。報道発表資料、ドコモスマートフォンアローズ NX 解 -06。 E を発売を知らせ NTT ドコモ、ABCD アローズ NX ス -06E の製品アップデート情報をお客様サポート、NTT ドコモ。ありがとうございます。